15日になってなんですが、まあ、日が変わります。でこれで一旦先ほど9時20何分かに収束したように思ったものがまた9時22分ですね、少し一段落したかのように思ったものがまた厳しい状況になっていきました。まあ、弁当ができずに状態の悪化が起こっていくわけであります。格納容器の弁当ができないという状態であります。でこういう中で最終的にもう一度海江田大臣にお電話をされたということでよろしいんでしょうか。恐れ入ります。それは何どこのですね、3月15日の1時31分というのを書かせていただいているんですが、15日の1時31分ですか。15日1時31分です。海江田大臣、はい、そうです、海江田大臣です、はいはい、開けてから社長は海江田大臣にお電話をされたということでよろしいんでしょうか。それともこれは間違っているんでしょうか。これはちょっとあれですね、ここのところちょっとはっきりちょっと記憶がないと言ったらあれだと思いますが、社長は海江田大臣とは何度お話をされておられるんでしょうか。今のそのご連絡申し上げた時だけだと思います。まあ、ここのいきさつの中ではですね。そうですか、これ1回だけですか。はい、1回だけだと思います。ははとなりますと、これは3月15日の段階では連絡はなく、これは1時31分の海江田大臣の秘書官に対して長時間にわたってご連絡をしているという社長からの電話は海江田大臣につながったのではなくて、秘書官とお話をされているだけということで、ここに出てきてます海江田大臣のご認識は一番最初の14日の18時41分の段階でこのように認識をされた以降、海江田大臣は一度も社長とはお話をされていないということでよろしいんでしょうか。私の記憶ではそういう感じがいたしております。ちょっと講談の1時31分とかちょっと私の記憶からちょっと蘇ってきてないと言いました。だいぶなんか社長のやっぱりご記憶は抜けておられる部分があるように思います。実際私どもがいろいろと確認している中では、まあ、いろんな事実が判明してきているわけでございますし、相手のある話でもありますから、相手の方からの、まあ、その、証言というものと付き合わせて最終的には確定させていただかなきゃいけないかなと思いますが。